近頃 AI についての話題が尽きないですよね。その AI がどのように私たちの世界、そして私たちが知っているビジネスを変えてしまうのか、その考えは確かに恐ろしいですが、同時に現代における最大のチャンスでもあると言えるでしょう。そしてここでビジネスの詳細に入る前に、一つ共有したいことがあります。もしあなたが日々少なくとも1時間 AI について学び、どのようにそれが各業界を変えていくのかを理解する時間を割いていないとしたら、あなたは時代に取り残されてしまうかもしれません。今日の動画では特別な投資やスキルを必要としない、今すぐ始められる3つの AI ビジネスについてお話をします。そして具体的に顧客を獲得する方法や、これらの戦略を使用してマネタイズにつながる方法を紹介していきます。まず1つ目の AI ビジネスアイデアは、驚くべきツールを利用したもので、実際にこのツールを知っている人は限りなくゼロに近いと思います。まずブラウザを開き、tagan.ai というサイトにアクセスしてください。ちなみに私はこのサイトとは一切関係ありません。ただこのツールを使って月に数百万円を稼ぐ人を知っているだけです。そしてサイトにアクセスをしてアカウントを作成しましょう。これにより顧客のために自動的にコンテンツを作成することができます。具体的には顧客のためのコンテンツクリエイターとなり、tagan を利用して継続的にアイデアを見つけ、彼らのためにバズるコンテンツを作成していきます。方法は簡単で、バズっている YouTube 動画を探します。例えばすごく面白い動画を見つけたら、そのリンクをコピーして、タガンにペーストをし、ジェネレートスレッドをクリックするだけです。これにより、動画の最も興味深い部分やアイデアを取り上げて、Twitter のスレッドを自動生成してくれます。さて、このサービスの使い方が分かったら、どのようにこのビジネスをスタートさせることができるのでしょうか。まず顧客へのオファー文書を作成します。例えば1日1つのツイートを30日間提供する、または戦略やコンサルティングを提供するといったオファーを提供し、顧客1人当たり月額ジェネラル円でサブスクリプションのようにすることも可能です。このサービスを提供することで業界の中でも最安値で提供でき、しかも学ぶ時間がゼロでこのサービスを提供することができます。理論的には顧客の数に上限はありませんが、現実的には10人の顧客を獲得することで、月に数十万円以上のビジネスを構築することが可能でしょう。それでは2つ目のビジネスアイデアについて紹介します。1つ目のビジネスと同じような感じですが、全く異なる市場に触れているので、少し変わってきます。adcreative.ai というウェブサイトです。このサイトはお客様のために高い成約率を持つ広告を作成するための素晴らしいツールとなっています。まず、Generate at Creatives をクリックしてアカウントを作成します。その後、ロゴやキャンペーン、売りたい商品の情報を入力するだけで、Google 広告、Facebook 広告、Instagram 広告など、顧客のための広告のすべてを生成してくれます。このサービスの価値は計り知れません。そのため顧客に月額数万円を請求することができるでしょう。もちろん AI がすべての作業を行うため、ほとんどコストをかけずにすべての利益を手に入れることができます。このサイトの料金は50クレジットで約1万円ほどなので、単純計算でたった1万円で50人の顧客を持つことができるということを意味しています。そして最後に紹介するビジネスは、もし努力を惜しまず大きく稼ぎたいと思う方なら、ぜひこの話を聞いてください。なぜなら YouTube 上である人が信じられないような大金を稼ぐやり方を紹介していたからです。そして実は全てのビジネスが直面する最も大きな課題は顧客を獲得することです。もしリード、つまり潜在的な顧客の成約率を向上させる方法を見つけたなら、そのビジネスの利益を直接的に増やすことができます。つまりその価値は計り知れないということです。そして AI の登場により、人間が労働をすることなく、その成約率を大幅に上げる方法が生まれました。しかし多くのビジネスはこれらのプロセスにおいて、まだまだ AI を活用していないというのが現状です。そしてここにこそ3つ目のビジネスアイデアのチャンスが登場します。それはビジネスに AI を導入し、より多くの潜在的な顧客の成約率を向上させる手助けをするということです。難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は非常にシンプルです。手順を説明しましょう。具体的にはゼピアを使用して、ビジネスの潜在的な顧客に情報をリーチすることができます。この方法でその人の背景や経歴に合わせたメッセージを自動生成し、送信することができるようになります。これにより以前よりも高い成約率を実現することができるでしょう。さらにこのビジネスモデルの良い点は、一度システムを構築すればその後ほとんど手間をかけずに継続的な利益を上げることができるという点です。もちろんメッセージの最適化など、さらなる改善を行う必要があります。この新しい市場で成功を夢見ているなら、ぜひこのビジネスモデルに挑戦してみてください。さて、3つのアイデアを提供したところで、次に大切なのは実際にどのようにしてこのような顧客を獲得するかという点です。多くの人々が悩む部分ですが、お客様を獲得する方法について、いくつかの方法をお話しします。
まず一番明白な方法として、有料でお金を払ってアクセスを獲得する方法があります。二つ目にメールやダイレクトメッセージなどを利用して、積極的に新しい人々にアプローチをする方法です。そして三つ目の方法は、プラットフォームを利用することです。近年、SNS のようなプラットフォームが非常に力を増してきました。こういったプラットフォームを使えば、数千のお客様を獲得することが可能となります。さらに、ショート動画のような動画を作れる編集スキルなどがあれば、顧客を見つけることはさらに容易になるでしょう。なぜなら現在多くの顧客がショートコンテンツに需要があると知っていてもやっていない、またはそれをするためのスキルを持っていないからです。はい、このように今回3つのビジネスアイデアを紹介してきました。そしてこのチャンネルでは AI を使ったビジネスアイデアがたとえ成功確率が 1% でもその可能性を追求していきますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは今日の動画は以上です。